かぼちゃの馬車の宣伝株式会社スマートデイズは、かつて東京都中央区銀座に本社を置いていた不動産会社である。女性専用シェアハウス、かぼちゃの馬車や男性向けシェアハウス、ステップクラウドのサブリース事業などを展開していた。2012年8月、資本金300万円で株式会社スマートライフ設立。2013年7月、資本金を950万円に増し、2014年5月、資本金を5000万円に増し、かぼちゃの馬車ブランド事業を開始。2015年7月、有料職業紹介事業登録、資本金を1億円に増し、2016年5月、STEP クラウド、キャンパクブランド事業を発表。同年10月、入居者会員制度、クラブスマートを開設。2017年3月、LIRYブランド事業を発表。同年8月、株式会社、オーシャナイズと資本業務提携契約を締結。資本準備金含む資本金を21億円に増し、旅館業を開始。同年10月2日、株式会社スマートライフから現在の名称に称号を変更。2018年4月9日、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、監督命令を受けた。負債総額60億3523万円。4月18日、民事再生法の申請が棄却され、保全管理命令を受けた。5月15日、破産手続き開始決定を受けた。関連会社の株式会社ステップライフも、同年6月20日に、東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。ありがとうございます。